お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、迫撃スケラデッキをね、やっていこうかなと思います。で、この前もね、多分迫撃スケラのデッキをね、紹介したんですけど、それはね、こちらの方というところで、ほぼ一緒なんですけど、若干違いますというわけで、今日はね、こちらの方をね、やっていこうかなと思います。こちらはね、インドになって、ヤナメになってるので、インドラプラス、ハンター、ヤナメ、空にね、少し強めになりましたよと、いう感じでね、今日あとマルチやろうかなと思います。久々にね、最近ほんとグラチュレとか、なんかそんなことをしてたばっかだったので、久々にマルチやって、今50位ですね。で、目標はですね、チームメイトの、焼き鳥選手ですね、はい。あやつがですね、トロ7号に行ってるんですよ。そう、さすがにこれだけはね、抜きたいですよね。なんかいちいち、トロがね、1しか変わんないのに、トロ低くねとか、すぐ言ってくるんですよ。マジで嫌いなんですけど。本当にね、あんま教えたくなかったんですけど、しかも結果もね、分かっちゃうんですけど、TB にね、なんと、VS ね、チームメイト対決が載ってたんで、ぜひね、気になる方は見ていてくださいという感じで、僕としては、見てくれなくてもいいんですけど、久々に見るな、この、予想マッチ時間ですね。まず4分というところで、僕のトーク力だと10秒ぐらいしか持たないんでね。この 4分っていうのは精神的ダメージがすごい苦しいんですけど。なんか早くマッチングね、してくれることを祈りつつ。で、このデッキね、なんか何に強くて何がきついのかすごく、なんか曖昧で、単純に空にはね、勝ちたいようなデッキです。うん。で、ヤナメタルババ、そして、迫撃ムートスケラーっていうので、なんか一個一個の受けとして、しょぼいんですよ。ナイト、ムート、ハンター、ぐらいあるんですけど、なので、こうメガナイトプラスのデッキだったり、なんかユーノとか、エリババとか、ペッカとか、陸で攻めるデッキとかが来られると、気持ちね、苦しいかなと思います。最近でも、アーチャーとかね、なんかアーチャーのホグだったり、そういった高回転系が来てくれると、ヤナアメ、そしてタルババがね、結構刺さるんじゃないかなと、言ったところでね、はい、やっていければいいかなと思います。来た！さあ、マッチングしましたね。7490、ちょっと高いですね。これ35ぐらい、34号ぐらいもらえそうなので、これはね、勝ちたいですね。そう。スケバレ？ケツスケバレ？待って、キョスケクロン？か、メガナイトカツか、迫撃？なんか最近キョスケクロンがいるんですよね、そう。いや、これやべえ、待って。ああ、オッケー、いや、当たってる。で、キョスケクロンは、ヤナアメがめっちゃいい活躍してくれそうですね。で、ここはさすがに一回防衛からですね、攻め迫しても多分ムートがあるんですよ。さあ、クロンですね。で、今、ホバ咲いたので、多分僕のインドラ最強説ありますね。ハンターがワンチャンいるが、この位置だと殴りにくそう。あ、一回ね。あれ？待って、相手やってね。わ、すごい。待って。相手がやってね。やってる。絶対やってる。そう。早く壊して、これ、矢の飴構えて、小物、うわ、ババがいんのかい。ババはちょっと、いやー、めっちゃいいね。美味しい宿だったのに、ババだけで止まっちゃうっすね。いや、持ってねえな。逆サイになんか、ムートプラススケラとか、もっとできたらよかったのかなって感じっすね。なるほどね。ババがいるんですね。ババホバですね。ファイボ枯渇みたいな。さあ。で、あれはハンターで。あれだけね、打ち抜いてあげれば。いや、これ悩むな。ヤナム打つか、すごい悩んだんすけど、ちょっと一回打たないパターンでいきます。いや、あれ溶かしてくれたらな。またナイトスケラ行きたいっすね。ババが回ってないかな。あれ溶かしてくれそうだな。多分回ってない気がするんだけどな。回ってるか？いや、回ってない。しかも、ここで10コスのコストはそんなないから。いや、しかもクローンデッキだったら、いや、あ、矢の飴があるんかい。ないのかと思って今。よし、なんか来んなよ。オッケー、スケバル来ても別に矢の飴もあるし。いや、これは勝ちたいな。で、ここで一回攻め役とかして、いや、めっちゃ前に行った。これやべ。血巨と被れば美味しかった。一回これ防衛の構えですかね。で、クローンされてからヤナメですね。される前に打つのだけは避けたい。あ、これインドラでよかったかな。まあいいや。思って、やばい。待って。ハンター？いや、ハンター頑張った。いや、これ。いや、爆破入らねえよ。いや、待って、入る。爆破入る、これ、やばい。待って、爆破。
バカバカバカ、そんな負け方だけは本当に恥ずかしい。ちょっと待って待って、クロンの爆破入るのはやばい。でこれインドレに絶対対応来るから、オッケーオッケー、何もしなくていいですね。で多分これもタルでいいか。タルで、あのホバ無視ですね。いやこれ結構いい流れっすね。であっちも無視なのか。でここでスケラを打つとあいつが来るんでね、スケラを打たずして、よしよしよし、いやいいいい流れ。いやインドで焼いちゃうかとか、いやちょっとだけやばいっすね。さてはこれ処理しちゃって、待って待って、くんなくんなくんな、いやくんな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 、一応タグ取って、いやめっちゃ強え、めっちゃ強え、いや耐えろ、いやなんでそっちが入ってんのっていう感じ。やばい、耐えろ。これ真ん中ホバーをインドで焼きたいですね。来るぞ、こんにちは。いや完全防衛だな。これババがいるんでね、相手もババのコストだけは取ってます。よいしょ。さあとりあえずタルババをしてからの方がいいのかな。まあ、ヤナメしちゃって、よしよし、ヤナメ最強で、あのホバは、まあ、無視でもいいな。これ防波置いて、で僕多分スケラ打てば最後逆転できるんですよ、多分なんですけど。でワンチャンこれ巨助が入る、危ねえ、待って待って待って、いやこれスケバレのラックダムいて、待って待って待って、バカバカバカ、これスケラ打っちゃってもう20秒なんでね。で謎のタルババ転がして、いやあとちょっと入ってくんねえって、やべえ、待って待って、あと運ゲー運ゲー運ゲーとか言ったらダメだけど、ワンチャンやべえ、スケバレのラックだけ入れたくない。いやオッケーオッケー、ラックだけ入れなければあるな。いやマジで山雨を使っていいのか俺、本当に。いやあるぞ、マジであるマジであるマジである。クロン来んな、クロン来んな、戻れ戻れ、バカバカバカ、戻れ戻れ戻れ、これ一旦落として、いや耐えろ、オッケー、来た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 、勝った、グッドゲーム。いやでも多分もっと楽に勝てるんですよ、もっと楽に勝てるけど、いやでけえ、キョウスケクロン、キョウスケがクロンのご両親で入ってるんだ、あれやばいっすね。いやしかも次勝てば7-5なんで、いやめっちゃいい感じっすね。よし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 、でけえ、でかいっすね、これやばい。ババがヤタルだとババがね、まあでもヤナメがなんかすごいいい感じに働いてましたね。オッケーオッケーオッケー、いやでかいですね、いやでかい。さあ次もねちょっと勝って、一旦7-5行きたいっすね。もう7-5行ったらもう気持ち満足でありますね。しかもでもグロイチが7-6行ってたかな、まあ、世界一がちょうど76とかだったんで、ワンチャン世界一も狙えないこともないっていう、あと100ちょっと圏内、まあ次勝てばですけど、っていうね、ちょっといい位置にいるんで、まあ今シーズン、マルチ、まあ頑張りたい。今シーズンロングなんですかね、多分ロングシーズンなので、まあこう最多トローも気持ち更新したいですし、まあ順位もね、さあマッチングしました。さあレモンツリー68、これは、なんか日本人、本物の海外のめちゃくちゃうまいレモンツリーと、日本人のクロスめっちゃうまい人がレモンツリーっていう名前にしてる、2人いるんですよね。そう。どっちもアホみたいにうまいんですけど。さあまあ、これはね、相性は悪くなさそうだけどな。いいとは言ってない。これ、ワンチャンロケかな。ロケ使ってくれたら美味しいけどな。打ってこない。うわ、めっちゃ丁寧ですね。さあまあここで攻め白とかして、これにロケとかね、ワンチャンはしてこないんだな。あ、ファイボだ、待って、ファイボ型ってことは誰かをスナイプしてミスったとかなのかな。いや分かんない。でもファイボットで黒あのムート壊されるんですけど、これめっちゃいい流れっすね。こうやってこれめっちゃいい流れっすよ。これスキル打つだけ得っすもん、多分。しかもナイト低めなんで、いやめっちゃ美味しいこれ。あ、待って、しかも相手、うわ、いい、矢の雨、矢の雨が、普通にあれですね、テスラだと思ったら、ファイブ型でしたね。いや、これ来たっしょ、これ来たっしょ、ワンチャンスケ。いや、でけえ、いや、タゲ変えてんのかよ、それ、うめえナイトだな、もし。いや、ここのナイトあんま対応したくないな。ロックスクロスとか怖いけど、ちょっとさすがにアド取ってますね。いや、でけえ、これはあるぞ、これ勝たなきゃ何に勝てるんだっていう。ところではありますね。なんならもう防波撃に走ってもいいまで。これ一回防波っすね。多分コストトントンで。
で1個上にすると相手も防衛クロス置きにくくなるっすね。あ、ファイブ削り、ファイブ削りは個人的にそこまで怖くないで、クロス受け用にナイトとムートを取っていくためにケツハンターから入ります。何から入ればいいのかちょっと分かんないですけど、でスケルプラスやなめ打てばいいんですけど、これはちょっと一回待ってもいいな。相手が多分逆サイクロスを立てたいと思うんですよね、僕がスケラ打つタイミングとかで。さあ防衛クロス嫌ですね個人的には。まあでもこれは普通にスケラ打っちゃって、矢の目まで打っちゃってスケとか出てくんねえかな。で逆サイクロスチャキとかかな、ワンチャン。いやでもムートがやっぱ、うわめっちゃ入んねえな。ファイブ削りされるのかな。いやとりあえずまあこうファイブ微妙に打ちづらいね、インドとか出して。さあ警戒してる。これちょっとムートでいけそうだな。うわめっちゃうめえそれ、さすがにやばい。いやでも耐えれそう。いやオッケー、今後、うわ待って、しかもインドラちょっと入る、これ。いやこのちょっとがでけえ。さあ守んないといけない。で相手の回転がちょっと早いから怖いっすね、これ。一回、うわ、一回、相手は、まあ、防衛迫撃はね、犯せないよっていうクロスですかね。さあ、一旦持っていいな。これ、クロス打ちたいけど、打ったらやばいっすね。なんなら、防衛のなんか、変なの置いて。ワンチャン逆来ますね。お、逆来る。で、ファイボと一緒になんかされそうだな。いや、強い。迫撃がめっちゃ強い。いや、頑張れ。頑張れ。お前らな、お前なら残れる。残れる才能は持ってるけど惜しい。でも、アーチャー咲いたな。いや、これ、絶対、あっち用に構えて、最強インドね。で、これ、キングキドだけはやめろよ、お前。よしよしよし。いや、めっちゃインドラ、頑張れ。さあ、あと、防迫置いて。よしよし。いや、耐えれるぞ、これ。ファイボだけで1500削られるんかな、このゲームって。このゲームってワンチャンファイボだけで持ってかれるかな。さすがにないっすね。多分クロスを絶対どっかで相手は通したいはずなんですよね。アミンドなんか捨ててもいいな。よしよしよし。いやね、ムーツ。いや、これおいしいおいしい。相手はなんかワンチャンファイボ削る。いや、あれっすね。絶対この2周目を狙ってますね。僕は、いや、でっけえ、なんでタケ取ってんのお前。ヤンキーすぎるでしょ。いや、でもでかい。で、一旦芋って、芋ですね、これは一旦。さあ、芋って、いや、タケ取ってる。いや、うめえ。それはうめえ。これもタワーに僕ダメージ当たる必要ないんだよね。うわ、ない、うわ、うめえ。いや、さすがにやべえ。待って、ちょっとやべえ。ちょっとやばいが、いや、さすがに、竹取れてるよね。もう高めに出して、いや、来た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 、やば、待って、しかも相手7号だから、これ7号来たっすね。多分、7号届いてるっしょ。いや、そしたら、いやー、これは熱い。マジ熱いっすね。しかも、僕今動画撮ってる横に、焼き鳥いるんですよ。焼き鳥選手、僕がね、動画の最初に、こいつだけはね、取るの行きたいと、言ったやつがいて、いや、これはね、もしかしたら、低トロの人がいるな。この、俺の隣にね。ちょっと待ってよ。ロカランから見た方が早いな。さあ、いや、ロカラン1になってる。ちょっと待って。何年ぶりだ？待って、ワンチャン3年ぶりぐらいの、ロカラン1位かもしれない。久しぶりすぎる。マルチやば。いやー、やばいっすね。これはやばいっすね。まあ、でも、ここで、止まるんじゃなくてね、もう一回ちょっと気持ち、もう一戦行ってね、差を広げていきたいなと。いや、やべえな。待って、グロなんないんだ、今。まあ、39位か。本当に？もうちょい上じゃないのか。25位ですね。まあ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 。悪くはないですね。まあ、グロ1以外じゃない。でも、グロ1以下は、人権ないって、ポノスのルールなので、僕が今作りました。いやー、これ熱いっすね。まあ、クロスに多分勝てるんすね。やなめだから。まあ、あと、ムート迫撃耐えれると。いやー、でっけえ。でかいっすね。後半最後やばかったっすからね。やっぱクロスを2周目クロスで両サイ振られるんですね、うまい人には。まあまあヤタルがね、いい味出してましたよと。いや、もう一回、もう一回神相性もう一回神相性ちょうだい。いや、相性いいの欲しいな。
今のところなんかまあ両方悪くはなさげなね、両方悪くはなさげなのを引いてるんで、まあここであのえぐやばいね、例えばそのエリババの陸デッキとか引いちゃうと、あの本当に悩ますね。さっきとうわ X ボー来た、ベッドファス X ボークロスだ、これは熱い、これはニヤニヤが止まらん、さすがにやばいよな、そこでクロス引く俺で、よってボコボコにされる、それだけは勘弁して。タルも怖えな、なんなら防波から入っちゃいてえもん、いやこれ防波から入っていいな、さては。うん、1個上でもよかったですね、じゃないとこれ防衛クロスからワンチャン入られる、いやホグの可能性もあんのかな、いやオッケーオッケーオッケー、さあファイブサイター、いやファイブサイてくれるんですね、いや痛え、待って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 、バカ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 入りすぎだろね、テスラが、ね、嫌ですね僕としては、いやこれムートル壊しちゃう、いやナイトに竹取ってね、やべえ待って待って、プレミが、うわプレミが、あーやばいやばいやばい、ちょっと待って待って、生きる俺相性いいとすぐにプレイが生きて負けそうになる俺、発動やべえバカだ、何やってんだ今、ナイトに竹取ってからだったらめっちゃ神ムートだったんですよね、これやべえな、一回も一回暴発っすね、ちょっとやっぱ暴発してしまえば相手がクロス置けないんですよ、まあ、ナイトからのクロスとかは全然あるんですけど、よしよし、で削られてない側に5足してやるな、端前テスラクロスナイトとかまでやられるとちょっと怖いですけど、やるなこれは、イモレ俺シャシャって攻めるといかれますね、うん、このね高めテスラやばくないですか、ムート出してって言ってんのかな、あれ普通にスケラっても全然入んないですからね、クロスに、もう一回イモりましょうかね、これやべえな、ワンチャンさあちょっと高めぐらいに出しつつ、うわすぐ来るじゃん高めに出したらすぐ攻めてくるんじゃん、でうめえかよ、いやこれムートがまだ竹取るな、よし、いやいい防衛いい防衛、でもう一回これ芋からだな、ワンチャン5来るな、いやめっちゃいい位置のムート俺、さすがに、あーで壊してくるんですね確実に、うえワンチャン怖えこれ、なんか僕が攻めたいんですけど攻めさせてくんないっすね、めっちゃ攻めてくるっす、逆に言うと、これ延命されるかな、うわーやべそれやべ、うわーこれ終わったっすね、もしかしたらさすがにうますぎん、そのクロスは、うまって全然勝てねえ、俺のよくあるやつやんけ、バカバカバカ、いやでも相手は今結構使ったぞ、いやー出たー最強防衛ファイブ、待って負けるんだこれ、あー待ってそんなバカな、そんなバカな攻め拍一回しないとダメっぽいけど、もうあれだな、一回防衛もう一回攻めないといけないですね、いや分かってた分かってたけど、これ守りにくいぞ相手も、アーチャーアーチャー出してこない、うわやべうわやべ、ちょっと待って待って待って、うまくない、あー俺のグロランイキリ人生が終わりましたね、クソうまいじゃんこれ、あー落ちた、くっそせっかくいいとこまで行ったんだけどな、やばいっすね、さっきと全然違うもん、なんでだ、まあ、僕の最初のプレイがあんま良くなかったのもあるっすけど、なんでだ、いやこれ、いや最初だな、多分最初が相手きついんですよね多分、あのテスラを壊せて、いやー悔しいな、これは悔しいな、まあ、まだ終わってないけど、
終わってないからワンチャン狙えるのは狙えそうだけど、いやそれがね変態なんですね、このクロスが。このね、まあ、攻めと同時のねクロスボウは世界一大事ですね。いやでもワンチャンあるぞ。あ、ねかった。あ、というわけでね、最後落ちちゃったな。いやさすがにこれはね、相手のうまさと自分の下手さでやられちゃいましたね。というわけでね、ちょっとまたマルチ動画ね上げます。いやまあ7号、まあ、配信中でね、まあ、動画でねちょっと撮らかったのは久々で良かったんじゃないかなと思います。というわけで、今日はねこんな感じで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもねよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。